ドンカスターにて、レールトラック MPVDR98917、DR98967、臨館セントラル駅を通過中の DR98915 と、DR98965、臨館セントラル駅を通過中の DR98915 と、DR98965。 スワンビック駅にて DR98926 イギリス国鉄多目的車両は保線のための機動車である25両の2編成が発注された車両はドイツのウィンドオフ社が生産した設計はウィンドオフの設計したドイツ鉄道とオーストラリアの CRT グループで運用されているカーゴスプリンターを元にしている設計概念はどちらも 運転席を持ちゆっかしたに、エンジン、変速機を備えた、総括制御式である。標準型のコンテナを素早く積み下ろしできることから、フレートマルチプルユニットが提案された。2005年 MPV は、貨物輸送に試験的に運用された。MU コントロールケーブルは、貨車の間をはわせて2両の MPV を、あたかも、プッシュプルの機関車のように走らせた。バラストとして、水を積み、 貨物は載せなかった。貨物列車は2005年に良好な成績を収めたことから本格的に運用されることになった。5種類あり、英国での使用に適したものに開発された。ありがとうございます。